皆様、アンコール上演はいかがでしたでしょうか。ありがとうございます。それでは本日のゲストのお二人をお呼びしたいと思います。改めまして、 K バレエカンパニープリンシパル山本雅也さん、プリンシパルソリストの成田沙耶さんです。大きな拍手でお迎えください。今日それではお客様に一言。皆さんこんにちは。プリンシパルの山本雅也です。本日ありがとうございます。まあ、アンコール上映ということで、楽しんでいただけてたら嬉しいです。じゃあ今日は楽しんでください。成田沙耶です。よろしくお願いします。はい、ではお座りください。はい、ではそれでは早速、付録イベント始めたいんですけれども、海賊では主演メドーラを務めた成田さん、そしてアリを務めた山本さんですが、改めてご自身の映像をご覧になっていかがでしたか。なんか私、小学生か中学生ぐらいの時に初めて K バレエが関西に来てくれる、海賊でっていう時に見に行ったんですね。だからそれを見てるのはすごく覚えているので、それに主演しているのが自分だって思って見てたら、やっぱり信じられないんですよね。これが、あ、今自分だって思えないです。なるほど。実感が見てもあまり、はい、分かんない、分かんなかったですか。はい。はい、後ほどゆっくりお話聞かせていただきたいと思います。雅也さんはいかがでしたか。まあ、なんだろう、こう自分が映像になってるってすごいなんか、まあ、嬉しいことなんですけど、ちょっとお客さん目線で見れないというか、自分が踊ってるので、なのでなんかそういうふうにしかこう、あ、ちょっと今のとこなとか音がなとか、そういうふうにしか見れないので、うん、実感はすごくあるんですけど、なんだろうな、こう皆さんと同じような楽しみ方ではないのかなって思います。でもすごいその K バレエのセットと衣装と照明ともう全部に助けられて、すごいいい映像になってるなって毎回思います。そうですね、お話にもありましたけど、やっぱり私たちダンサーは舞台に立っていると、まあ、意外と全幕をこう客席から見る機会っていうのはね、なかなかないですからね。昨年のね、この公演からありがたいことにシネマ上映に加えてライブ配信の機会も多くいただいて、細かい演技なども映像にて楽しんでいただく機会が増えたわけですけれども、まあ、そういうあたりは細かいところまで映るというあたりではいかがでしょうか。何か心境の変化などありますか。思うこととか。細かい部分すごく映りますね。本当に本当にそうですよね。メイクから何まで本当に、はい、ランさんもご覧になったと思うんですけど、ドンキのオンライン配信、私と美佐子ちゃんがこう足自慢をしている私もいましたね。はい、もうランさんがこう突っ込んできた時、私の顔がもう本当にひどくて、あ、こういうところまで映ってるんだと思いもかけないところがしっかり映り込んでましたね。はい、びっくりしました。あ、ちゃんとしないとな。そうですね、細かいところまで、まあ、でもあれはあれで私は演じているつもりなので、すごくリアルな逆に演技だったと思いますよ。はい、ありがとうございます。成田さんは初めての海賊でしたということですが、はい、まあ、もちろんメドーラも初役ということですが、はい、まあ、役作りや振り付けなどで難しいなと思ったことは何かありますでしょうか。役作りの面はですね、ちょっと話がずれてしまうかもしれないんですけど、メドーラってすごくやっぱり綺麗な役どころじゃないですか。そうですね、はい、なのに私より美しい人がいるんですね。どなたですか。堀内くんが堀内くんもう横にいるのにすごく美しくて、私はそれが許せなかったです。映像でもね、アップで、はい、本当に美しいお顔がね、はい、2人でツーショットがすごく多いんですけど、本当私より透き通ったお肌と、そんなことないですよ、お顔で嫌だって思いました。
もうね、堀内くんはいつもこうメイクこだわってやってますけど、メドーラは何かメイクはこだわりとかはおありになったんですか？やっぱりブルーの衣装なので、ブルーを基調にブルーを入れたり、あと配信もあったので、あまり酷使すぎるとちょっと近くで見たら怖いかなと思っていつもよりは少し薄めに、ちょっとナチュラルめに、はい、なるほど。そうですね、山本さんは2017年に続いて2回目のアリ役でしたが、いかがでしたか？そうですね、まあ、なんだろう、2回目ではあったんですけども、こう2017年にやった時との自分に対する、まあ、自分がもう全く2017年から全く別人だと思ってるので、それがこう2回目だから大丈夫だとかいうのもなく、でもまあ、でも安心して自信をこう着実につけてきた一発目のアリだったかなっていうふうには、うん、思います。ではそれではここでですね、参加された皆様からいただいたご質問に答えていきたいと思います。それでは、まず熊川版海賊の好きなシーン、こちらはどちら、あの出ていないシーンでも大丈夫です、何かありますでしょうか？はいはい、どうぞ私はやっぱり海賊たちのシーンが好きです。いいですね、はい、ならではですね。特にあの一幕の最後のマサヤ君がじゃん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 、みんなで登場していく、引き連れているシーンですね。じゃんじゃち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 ゃってところと、あとずんちゃ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 ずんちゃちゃちゃ、そこも引き連れてる、もうここがもう大好きですそういう時はやっぱどういう、こうついてこいっていう気持ちでやってらっしゃるんですか？そうですね、でもあれ音も全部もうステップと音と全部決まってたりとか、あと難しいことしてるんですよ実はそうですよね、見るからに難しそうなステップを踏んでらっしゃいますけど、はい、それをいかにこう 音と振りと遊べるかっていう感じでやってましたね、まあ、あと海賊といえば、まあ、お衣装の、ね、肌の露出が多いので、まあ、女性はお腹丸出し、セパレートのお衣装でね、で、まあ、アリはまあほぼあの半裸ですね、で、まあ、冷えないのというお声が出ていますが、まあ、どういうふうにこう温めるとか、直前までは温めているのか、それとももう全然大丈夫なのか、どんな対策をされていらっしゃいますか？直前まで着てます、うん、やっぱりなんか温めて、そうですね、でも、全身半裸なので、で海の男なので、はい、全身ファンデーションでちょっと色黒くしてるんですよ。で焼けた肌ということですね。だから脱いだ服全部茶色になってたりとか海賊ならではの悩みですね、はい、それは主役以外でこの役を踊ってみたいというものはありますでしょうか？主役以外、主役以外というご質問ですね。主役以外です。私アリが踊りたいです。アリですか私はアリがやってみたいです、ずっと。どんなところが、ね、どんなところがやってみたいポイントですか？これやりたいんです、これ。あ、髪の毛をこうかき上げるねところが、はい、かっこいいところですもんね、はい、あれ結構勇気いりますよ。そうなんですか？いや、やっぱりね、ディレクターがやっててかっこいいから。あ、それを超えれるかどうかっていう、超えれるかっていうか、まあ寄せれるかみたいな、かっこいいって思ってもらえるか。やっぱり研究はされるんですか？多少しますね。ただその真似しすぎてもただの真似になっちゃうんで。うん、確かにそうですね。だからまあ自分なりのやり方が、こうどういう角度がいいかなとかなんかそういうことをちょっと考えたりしました。なるほど。パドトゥで組んで踊る際に男性側から女性に求めること、また女性側が必ず意識していることなどありましたら教えていただきたいですというご質問も来ていますね。そうですね、まあ、男性はこう女性を美しく見せるためにサポート してるんですけど、まあ、でも女性がこう好き勝手動かれたりすると、それもまた男性にとってはちょっと大変だったりとかして、だから男性に身を委ねること、あとサポートされることに対してこう怖がらない、遠慮しすぎない、うん、っていうのが、そうですね、やっていただけると男性も気持ちよく
サポートして女性を気持ちよく美しく見せることができるかなと。なるほど、はい、女性はいかがですか、サポートして。なんかその2人で組むのでやっぱり話し合うことも大事だと思うんですけど、はい、私は本当に何よりも感謝の気持ち、男性に対してを忘れてはいけないなって思います。大切なことですね、はい、普通に考えて自分も踊ってるのに人を一人持ち上げてるんですよ普通に考えてすごく大変じゃないですか。そうですよね、うん、そんなまあ飛ばしたり回したりしてるわけで、もうそれは本当に重たいのにね、感謝しないといけないなって思いますでもそれはお互い様なんで。私は持ち上げないよ。いや、持ち上げられてるっていうか、その感謝し合ってっていうか、そう、ね、尊重し合ってね。そうね、うん、必ずリハーサルの前はよろしくとか、うん、リハーサル終わったらありがとねって言って帰るとか、うん、ありますね。そういうのは大事にしてます ね、 でですね、今シーズンはこの海賊公園で幕を開け、クルミアリ人形、白鳥の湖、ドンキホーテとバレエの名作たちがずらっと並ぶラインナップでした。山本さんと成田さんは多くの主演を務めていますが、まあ、シーズンを終えていかがでしょうか、何かありますでしょうか。そうですね、まあ、でも珍しいことにそのパートナーが僕ね、いろいろコロコロと変わったシーズンだったので、結構今までね固定の感じでやってたんですけど、まあ、くるみ成田さんやって、白鳥小林さんやって、でドンキ飯島さんやったんで、すごいそれはいろんなパートナーと組むのは、うん、すごい刺激があって楽しいシーズンでした。ありがとうございます。成田さんはいかがですか。コロナが過ぎたっていうか、コロナで舞台が中止になることがあって、で海賊でまた始まったじゃないですか。 でも その時にすごく思ったことが、あ、これがいつ最後になってもいいなって思えるぐらいの熱量と、その自分のやる気とかを一回一回全部に向けてやっていかないといけないなって思ったんですね。でずっとそれで主演が続いていたんですけど、ドンキで主演じゃなかった時に、あ、そっか、本当私は当たり前のようにいつもそう思わないでいいよって思ってたんですけど、主演することが当たり前じゃないですし、舞台に立てることが当たり前じゃないし、舞台で公演できるっていうことが当たり前じゃないなってまた改めて思えることができたので、もう来シーズンからもその気持ちを忘れずに、一回一回初心に帰って感謝の気持ちを忘れずにやっていきたいなと思っております。ありがとうございます。で来シーズンはですね、10月にシンデレラで始まりますね。成田さんはまたタイトルロールのシンデレラを踊られまして、山本さんも王子として主演を飾られます。そして12月には毎年恒例のくるみあり人形、そして1月公演ではクラリモンド、狩猟の恋前編、フロールート222、シンプルシンフォニーのキャストも先日発表されましたね。山本さんのコンテンポラリーはなかなか見る機会が、K バレーでやるの初めてですね。なんか今までそうコンテ作品いろいろ渡辺玲さんのだったりとかってやってて、コンテしたいなっていうふうに思いながらも、僕は割とクラシックのシンフォニーバレエをこう割り当てられてたというか、でもコンテもすごい好きなんですよ。そうコンテすごい好きだから、だからすごいできる楽しみですね、うん、新たな山本さんが見れるという。あ、またそうですね成田さんはいかがですか。はい、まあ、初心を忘れないっていうのはさっき言った通りなんですけど、シンデレラは本当に主演デビューさせていただいた作品で思い入れがすごく強いので、うん、頑張りたいなと思っております。新シーズンの開幕が今から楽しみですね。怪我せず、ね、頑張って1年やってまた行きましょう、はいはい、では楽しい時間はあっという間ですが、そろそろお時間となりましたのでお開きとさせていただきたいと思います。最後に一言ずつ皆様へのメッセージをお願いします。じゃあ皆さん本日はありがとうございました。こうやってね
みんなの前で喋ることはすごく久しぶりですよね。こうやって喋ることができてとても嬉しかったです。あとはまあ来シーズンのレパートリーを僕自身すごく楽しみにしているので、皆さんと感動を共有できればいいなと思います。また来シーズンによろしくお願いします。ありがとうございました。来シーズンもカンパニー一同一丸となって、はい、頑張りますのでよろしくお願いします。はい。ご参加いただきました皆様、本日は本当にありがとうございました。